はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。英語とクイズの心世界、2回目をやっていきたいと思います。ミッションがありますね。ラビー捕獲計画をクリアして、経験値素材を手に入れようとなってます。ラビー捕獲計画ってなんだ。これか。これがね、タップして、そう、ラビー捕獲計画にリンクすればいいんですけどね。あ、どこにあるんだろう、ラビー捕獲計画ってなりますよね。これか、ラビー捕獲計画。44分しかないやんけ。というわけで、下からやっていきましょう。おっと、青が強いんだけど、青がいない。きついな。ディスカースか。なるほど。ダメージ比率が落ちるわけですね。間違えたら。赤行ってみよう。トリアーが可愛いですね。お、スキル OK になってる。の首だ。ネック。スキルオン。スマイルアシストですね。日本語の訳は何？指、フィンガー。二択なんで、やっぱり、戦うのは容易かも。もう一度。L ってなんだ？リップ。ニエンちゃん、残り一体。ヒットは当たるわけやから。あれ？え？カットなんだ。叩くなんだ。さあ、もうちょっとなんだが。これはダメージになった。これ、プレイヤーランクが3に上がりました。次行ってみましょう。次は結構高いな。さて、青ですか。青か。青といえば緑。哺乳類は青。ブロート。ブラッドかな？さあ、いよいよ。このアプリ、なかなか軽快でいいですよね。動作が軽い。
最近のはすごくアニメーションで重いんですけど、画面な構成なんかもすごくシンプルで、いいと思います。さあ、イーグル。OK です。倒しました。なるほど、風属性から風属性か。あれ、風属性ってことはここでユニットを変えることができるわけだ。パーティーの編成なんかこんだけあるんですよね。風属性ってことは風は緑だから、緑強いのは赤かな。もっと燃えるがいいがっていうのが強いかも。まあしばらくはいるだろうというわけで、この辺でパワーアップしていくんですかね。ああ、そうか、そういうことか。つまり、ユニットを強化しないといけないんだ。ベースエイトに素材を追加し、強化できます。レベルアップはもちろんのこと、ステータス上昇。プラス値も、引き継いで、100だと、プラス10か。ひとまず、このキャラクターを選んで、素材ユニットに同パターンの人とを入れて、これなんだろう。まあ、ひとまず、星音なんで、レベル17まで上がりましたね。これでなかなか強い人になった。強い人になったってなんだろう。でも、あんまり雑魚はいらないかもな。雑魚強めるぐらいだったら、星2のキャラクターグは、素材使っちゃうのがいいかもね。です。例えば星さんのキャラクターは、そう、ボイスがまだ少ないのか。どっちがいいんだろうな。もう可愛い女の子の方がいいや。
青は、ああそうか。一気にレベル20まで上がった。でも進化もできんだよな。進化ってどうやってやるんだろう。限界突破なんていうのもあるんだ。同じユニットを素材にして限界突破ができます。最終進化済みユニットに限ります。ペーストと同じユニットがあると限界突破ができるってことか。そういうことか。進化は、最大レベルをまで育てると進化が可能になって星が上がるってことだよな。例えばまだレベル高いけど、それを上がるとまあ素材がいるのか。まあ普通に強化やろう。こんな感じか。そしてクエストで、クエストじゃない、クエストでイベントでラビー計画。よし、進化もやらないといけないよな。ここで組み立てライブやな。ガーリック。ライスクラッカー。さあ、全員攻撃いきましょう。これですね。ハマチなんだ、これって。ドーンって行きました。選択式だと大体。
想像がつくんでいいですよね。水属性か。ニュイさん行きましょう。ポニですか。マンティスってカマキリなんだ。なんだろう、これかな。ポピーなんだ。さあ、これは何としても倒したい。プレイスは押す。さあ、これで二択になりました。さすがにこれはわかる。なかなか気持ちいいですね。クリアです。もう一度風属性をいきましょう。初心者プレイヤーってフロック、これかな。アント、さあ全員攻撃。アボカド、さすがにまあこれでしょうね。はい、倒しました。こういう早見珍しいな。さあマスター、中級も行ってみるか。非属性だから青が強いはず。戦火剣ポピー、中級になるとさすがに簡単にはいかないな。チューリップ、あー結構ダメージが、あーっと1体倒れちゃった。英語にすると1位から始まるわ。危ね。
べえな。ヒールパワーに期待。あんまりヒールにならなかった。赤だよな。ニアプル。オッケー。残り1体。ヒーラー揃えた方がいいですよね、これは。ちょ、ヒーラーは、攻撃力が少ないわけだけど。さあ、こいつを狙っていきましょう。よし、これで倒した。キャッチ。攻撃を食らった。やべえ。やばいな。もちろん飛ぶ。人ですね、これは。なあ、倒しましたが。さすがに上級と行くまでは辛い。風属性行ってみますか。あれ、風属性なのになんでこんなことに。食材。全員攻撃。水中の食堂。タイなんだ、これ、シーブリームって。倒しました。アユ？これ？ディスか。ウサギですね。倒した。中級行ってみますか。火星属性の中級。おっと、AP が不足している。しかし、エナジー石石というのがある。ストライク。ドローか。ドローって引くっていう意味はあるからな。ダメです。
一体になった。はい、ハート、そうか。おー、すごい。これは簡単に倒せますね。結構強い。なんか繰り返しの問題がそうそう出てきたのか。テンポが速いのがいいですね。コルドラの、これか。とりあえずクリアだけ。ボス属性は、なので、これを、挑戦です。笑うはラフ。ラフじゃないんだ。さあ、3体出てきたよ。立つ。さあ、警告出たよ。これか、これでいきましょう。倒したかな？倒しましたね。こういうふうに上に評価も出るわけですね。クリア報酬がもらえるという。ここでまた AP 不足。ユニットを一回進化させようってなってます。進化できんのかな？レベル不足だもんな。ユニット強化。例えば、緑が今、たくさんあるのか。じゃあむしろ緑をベースにした方がいい。緑で星が多いキャラクターは、ちょっと待ってください。これで限界突破できるってことかな？これを選んで、こっちを選べば限界突破ができる。っていうことですよね。で、その、限界突破じゃなくて強化で、という感じですか。
パーティー編成を変えます。これで、草パーティーができましたね。これでどうしよう。クエスト、通常クエスト行ってみるか。赤がいいんだが、赤がいない。はい、これで行きましょう。応援ってなんだろう。あ、これでいいんだ、チアーで。チアガールって応援少女ってことなんですね。これは、緑が効果がある。赤じゃないじゃんっていう感じですが。星だろ？これか、ロアバック。あ、ボスが赤なのか。だから、それまでのですね、ボクシングでよく使われます。 OK です。いや、面白いね、これ。なんて言っても、デフォルトでもすごいテンポがいい。っていうのは、あると思います。3500はガチャ引けんじゃないの？そうですね、10連が引けますね。で、いろいろ引けるんですよね。サマービーンガチャ第2弾。シド。10連目、10回目に指導確定、優勝もあるよと。だ、そっかに武器も、ガチャで引けるんですか。まあ、普通にこれ行きましょう。なるべく同じメンバーで固めた方が、限界突破もできますからね。さあ、なんか来るかな？星さんか。なかなか星音は来ないよね。まだかな？はい。まとめて受け取れないんだよな。
というわけで、かなりお金も貯まりましたね。はい、というわけで、こんな感じで、ここまでは警戒できました。その後、まあ、力の限界とか出てくるかもしれないですが、まずはやっぱり基本はですね、英語を覚えることなので、その英語を学びながら楽しんでいきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。またですね、このゲームやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。